舞い上がる蝶が椅子になりました。デザインは世界が認めた日本の感性、柳宗理。横浜市営地下鉄、近代都市が生み出したこの地下を行く鉄道の駅に彼の作品があります。必要以上に自己主張をしない、デザインと実用性とが素敵に両立しています。そしてこの椅子も、行き交う人々を黙って見ている彼ら作品たちはこの国の風景と生活に溶け込んでいました。